ちゃん、やめた方がいいって。いい？これね、裏はちょっとごめんね、見なくていいからな。ここにね、こっちが上だ、こっちが上だ。ここに虫、虫と、虫、虫、ちが弱い、虫、虫、鳥、鳥、獣、獣、獣、魚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 って書いてある。まず虫からいくよ。先生が言ったように書いてみるぞ。いいか、先生が言ったように書くよ。見ててよ。まず頭書いてみろ。じゃああとは黒板使うからね。見ててよ。頭、胸、胸書いた。それでね、虫はね、腹が大きいの。腹、腹、あれ、腹書いた。長い丸書いちゃった。そしてね、腹はね、アコーディオンのようにね、目も描かないの。目、まだ当ててよ。アコーディオンのようにね、こんな風にね、ビヨーンと伸びたりね、縮んだりする。ビヨン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 。書いた、山口くん。そう、そこ書いてが、お、いいよ、それでいいだろ。いいよ。ねえ、羽は描かないの？そしてね、まだ待っててよ。そのうち今度は手いくよ。手っていうかね、前足なんだけど、見て、前足はね、この辺から出てるんだけどね、前2本出てます。こういうふうに、前に。じゃあ、前足を書いてあげてよ。うん、あ、頭とね、胸のね、ちょっとした辺りよく見るとね、書いた。もっと、もう書いちゃってるよ、足。足も書いたか。じゃあ真ん中の足があるの、いいか。書いた、菅原さん、書いた。もう書く、もう。いい、次足、足見ててよ。足はね、真ん中からね、真ん中の足はこう2本こう出てるよ。ーい、こうでしょ。そしてね、もう一つね、太い足がね、太い足がこういう風に出てる。太い足だよ、これは。アリ描いてるの？アリってかね、虫なんだよな。で、目がついてんだけど、目はね、たくさんあるんだけどね、まあ、大きな目2つ描いておくか。そう、菅原さん上手だ。杉浦君も上手だぞ。それでいいぞ。山内君も上手だぞ。よし。そして口がね、こんな風にね、横についてるんだよな。変なの。そう、変なのとか、向こうから見りゃ人間が変なんだろうけどね。こうやって。ついた、描いたか。そしてね、虫にはね、なんとね、皆さん、羽がついてるの。羽描いてあげようか。ここのところがね、ちょうど頭とね、胸のところからね、2枚こう羽が出てるの。羽描いてくださいよ。羽描いてよ。はい、もう描いちゃった、もう描いちゃった、もう描いちゃった。まだまだ、もう描いちゃった。言わない、言わない、言わない、言わなくていい。そしてもう一枚ね、大きい羽がね、一枚ずつついてます。よいしょ。飛び出してる。しっ、羽描いてあげてよ。この羽でね、空を飛びます。この大きいの、ごめんなさい、逆だ。中の羽で空を飛ぶんだな。もうこう大きいのできた。できましたか。できた。よし、それでいい。じゃあ今度鳥へ行くよ。いいか、今度は黙ってやる、黙ってやる。ちょっとアコさん、杉浦さんの、杉浦君の横に座って黙る。黙ってやる。今度は鳥へ行くよ。こちら見てくださいよ、鳥。いいか、頭、頭、首、首、体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 、頭描いた。し、首描いて、体も描いて。足がね、鳥はね、2本なんですね。1本、2本。指はね、前足3本、後ろ足1本が基本ですけども。し、
で、おばねがあります。おばね。おばね。そして、体に羽が生えてます。目。で、くちばしです。これで硬いものを砕いてね、そして細かくして食べます。耳はね、どこにあるかというとね、実は羽に隠れて見えませんが、目の後ろにあるんだよ、耳。そうそうそう。鳥。じゃあ今度その次は何かな？獣だ。獣？そう、今度ここへ獣描くよ。いいか？みんな描いたか？うん。よし、じゃあ今度獣描くよ。ここに描くんだぞ、山内くん。いいか？獣。いいか？あったま。あったま。うさぎ？そうそう、うさぎところか。うん。首。体。もう描いちゃった。足はね、4本なんですよ。前足、後ろ足、そして尻尾がついてます。尻尾。耳、皆さんも耳持ってますか？ある？あなた耳ないじゃない。どうしないの？あなた耳があるの？あ、そう。あ、隠れてたんだ。目、紫になっちゃう。まあ何色でもいいんだけど。鼻、皆さん鼻ありますか？ありますか？お、あんたあるじゃない。獣だ。口。杉浦くん鼻あるか？杉浦くん鼻あるか？あんた獣だ。あんたも獣じゃない。そしてね、獣だからね、体にね、毛が生えてます。いっぱい描くよ。けけ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 だから獣って言うんだぞ。みんな毛いっぱい描いとけ。スパイダー。けけ、おー、山内くん上手だ。いい、それで体の棒スパイダー。よーしよーし、あげなくていいぞ。よーし、いいな。じゃあ今度一番下行くよ。一番下、魚。そう、魚だ。スギロくん魚行ったから魚描くよ。見ててよ。体。ああ、なんで今日これ。これね、本当はね、魚はね、ここで頭とね、体に分かれるんだよ、ここで。ね、頭と体に分かれます。知ってますよ。知ってますよ。知ってましたか？ごめんなさい。そして、尾びれ。どんなの簡単。尾びれ描いちゃった。尾びれ描いた？あげなくていいぞ。じゃあ背びれ。胸びれ。そしてあのお腹に4枚腹びれがついてます。まあちょっとね、魚ってみんな違いますが、基本的には4枚です。なんで5枚になった？書いた？